死官埋症は妊娠中に高血圧やタンパク尿を特徴とする疾患である。通常、妊娠後期に発症し、時間が経つにつれ悪化する。重い疾患には赤血球の破壊、血小板減少症、肝機能障害、腎機能障害、副腫、排水腫による息切れ、視覚障害がある。死官埋症は、母親と赤ちゃんの両方の天気不良のリスクを増加する。 もし治療せず放置した場合、結果として妊娠中に起こる、転換発作、疾患になる。疾患前症のリスク要因は、肥満、高血圧、高齢年齢、糖尿病などである。初めての妊娠、または双子を妊娠している場合、通常よりも頻繁に見られる。その根本的なメカニズムは、異常な血管が胎盤に成形されることが要因の一つである。 多くの場合、出産前に診断されるので、出産後に、歯間前症になることは稀である。歴史的に、高血圧と、タンパク尿の人は診断してもらうことが義務付けられており、高血圧と関連する臓器機能障害も、検査の対象に含まれる場合がある。血圧が高いと診断されるのは、妊娠20週後の最高血圧が140、水銀中ミリメートル、 または最低血圧が90水銀中ミリメートルを4時間以上置きの2度の測定で上回る場合である。歯間前症は出生前診断で定期的に検査される。推奨する予防はリスクの高い場合はアスピリンの服用、少量のカルシウム補給、医薬品による高血圧治療である。歯間前症の有効な治療は胎児胎盤の分娩である。 歯間前症の症状の重さと妊娠の進行具合にも夜が分娩が進められる場合がある。高血圧治療薬のラベタロールやメチルドパを使用することで出産前の母親の症状が改善される。硫酸マグネシウムを使用することで重度の歯間の予防になる。安静にすることや塩分の制限が歯間前症を予防する、または改善するという十分なエビデンスはない。 世界的に2%から8%の妊婦が、歯漢埋症の影響を受ける。妊娠後血圧症候群は妊娠中の最も多い死因である。2013年の死亡者数は2万9000人で1990年の死亡者数3万7000人を下回る。歯漢埋症は、妊娠32週に起きやすいが、それより早く起こると、電気不良の結果が関連付けられる。 歯間前症を発症したことがある女性は、将来心臓病や脳卒中を起こす可能性が高まる。歯間は英語でエクランプシアと言い,い、ギリシャ語で雷という意味がある。最初に知られる歯間前症の状況は、紀元前5世紀のヒポクラテスによって説明されていた。ありがとうございます。